1月20日火曜日、天神橋筋商店街に来ています。アーケードの鳥居はエリアによって色が変わります。ここから少し東に入ったところに小さな公園があります。今日は学校の終業式だったんで、子どもたちが遊びに来てるかもしれませんね。大阪市北区堀川児童遊園地です。やっぱりいましたね。子どもたちがたくさん遊んでます。これは犬の遊具ですね。3人同時に遊べるようになってます。ブランコです。ジャングルジム。滑り台。鉄棒です。背後の壁にアートらしきものがありますね。少し上がりかかってますが、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。アーチ型の運転です。この根っこすごいです。地面から露出しています。これはクスノキでしょうか。幹に別の植物が張り付いていますけど、葉っぱ全然ないですね。枝打ちされて葉っぱを落とされています。これはかっこいいね。ここにも別の植物がくっついてます。ここにもあります。これも枝を落とされてますね。
花壇がありました。近所の人が自分の家から勝手に持ってきた植木鉢が並んでいるような感じもありますね。あ、ここ水道あるんやな。飲み水の方もなんとかしてもらいたいですね。さあ、いよいよ夏休みやね。子供たちはいっぱい遊んで楽しんでもらいたいね。